はい、ということでどうも皆さんこんにちは。コープスパーティーブラッドカバーリピーティッドフィアの実況プレイパート44ですね。ちょっと不吉な、パートとなってますが、予定通りではね、エクストラの方を続きやっていくというような形でお話ししたいと思うんですが、ちょっとですね、今これチャプター4なんですけれども、多くの方がこう見逃してしまうシーンがね、実はあるということだったので、先にそちらを保管していきたいなと思います。でこれ今ねサトシ君でやってまして、ナオミちゃんの救出に成功して、聖子ちゃんのね泣き殻をこう下に下ろしてあげて、一旦ヨシキ君とあゆみちゃん組にタッチして、またサトシ君組に戻ってきた段階で、今なってるんですけど、聖子ちゃんの携帯はねまだ取りに行ってないんですよね実は。で、この泣き殻を一度調べた後に携帯を取りに行くことで、ちょっとイベントがね、フラグを立てられるということだったので、まず、調べてみましょう。聖子ちゃんの泣き殻、がありますと。細い首にロープの締め跡が痛々しく刻まれています。篠原、はい、まあこのような形になるんですけど、この後にですね携帯取ればおそらくイベント、進展あるのかなという形なので、ちょっとそこまでカット入れましょう。はい、ということで携帯のね場所まで来まして、こちら回収していきましょう。携帯電話が押していますと。でこの緑のね聖子ちゃんの携帯ゲットしまして、篠原の携帯じゃないか。メール作成中にここに落とされたようです。メール画面が開かれたままになっていますと。サトシ君はメール内容これ読んじゃうわけですね。篠原すまん、篠原勝手に読んでしまった。これは今はナオミには見せない方が良さそうだな。ナオミちゃん今ね保健室で休んでるような状態で、今サトシ君がねそのナオミちゃんを残してここに探索しに来てるっていうような、状況となっております。ではちょっと保健室までね行ってみましょう。それではカット。はい、ですね、階段を上がった段階でイベントが発生しまして、胸の血が止まんない。ちょっと状況がつかめないんだけど、これは本当に目の前が白くなってきた。ナオミ、私死んだら悲しんでくれる？悲しいよ、死なないでよ。私死んだらここに置いてすぐ出口探してよね。絶対助かってよナオミ。セコ死んだらもう私大丈夫、ナオミには持田くんがいる。私がいなくなっても彼ならナオミ支えられる。何言ってんのよ、バカじゃないの。ナオミ、鼻出てるよ。この子のこんな顔、クラスの誰も見たことないだろうね。うるさいな。私、もう覚悟できたよ。置いてって。先行ってね、ナオミ。分かったから心配しないで安心して。寒くなってきた。聖子、しまった。私キスもしたことないまま死んじゃうのか。あ、そうなんだね。
意外とそういうような形っていうことか。うん、いやね、聖子ちゃんこのね、ビジュアルであれば、ね、他の方なんかも、まあ、いわゆるパートナーというような、ね、方がいてもいいと思うんですけどね。ねえ、ナオミ、キスしない？え？な、何？感覚ぐらいしときたいよ。バカなこと言ってないの？大丈夫だよ、女同士だし。ファーストキスにはなんないって。そういう問題じゃない、ナオミ。嘘、いや、どうしよう。ですね、ちょっとこれ気になるので両方収めようか。とりあえずしない方向で1回目いきましょう。まさか選択肢出ると思わなかった。はい、で終わりか。あのようなイベントがあるみたいですね。この後多分普通に進行するんだよね。ナオミ、サトシ、ね、で、あの影に襲われたって話が出るんだよね。いや、ユカがいるはずの別館、別館には行けなくなってます。やはりなんとか別く、そうね。ってお前、さっきここでね、黒いもやもやした霧みたいな人影に襲われたの。なんか同じっぽいな、流れとしては。本当か。であればね、先ほどの選択肢のところまでまたカットしましょう。何かいるから。ああ、ナミ大丈夫か？お前、聖子のあれ夢見てた。あ、ちょっと流れ変わるのか。そうか、聖子、きっと苦しかったんだよ。私に分かってほしくて。ナオミ、あまり悪い方に考えるな。うん、ちょっと流れ変わりましたね。ではちょっとね、選択肢までカットです。聖子、しまった。私、キスもしたことないまま死んじゃうのか。できることならね、僕がしてあげたいんだけどね、とかつって。はい、キモいですね。ですね、選択肢までちょっとじゃあ、読み進めてまいりましょう。あの、あれですよね、おそらく聖子ちゃん、その9人の中、まあ9人って言ったらちょっと広いんですけど、持田くん、さとし君であるとかね、よしきくん、それから作太郎くん、まあ誰に対してもね、恋心であるとか、そういうようなものを抱いている節はなかったので、あまり恋多き女の子ではなかったっていうような、感じでしょうかね。ここまでやってきて分かったのは、さとし君が割とモテてるっていうことですよね。まあ、なおみちゃんもそうなんですけども、あゆみちゃんからもね、ちょっとこう、特別な感情を抱かれてるような節がなくはないですね。はい、で先生からもね、可愛がられてる。まあ、これは恋愛感情というよりかは、まあ、生徒さんとしてのね、見方だと思うんですけども、まあそんなところでしょうかね。ちょっとじゃあ、今回はする流れでやっていきましょう。聖子ちゃんのね、そのまあ叶えてほしいことっていうのを、まあ、夢の中ではあるんですけども、ちょっと叶えてあげたいなと思います。もらっちゃった、ナオミのキッス。これナオミちゃん多分今真っ赤になってるんだろうな。人の唇って柔らかいんだね。びっくりだね。あ、セイコ、泣いてるの？どうしよう、ナオミ。私、死にたくなくなってきちゃった。かわいそすぎるな。聖子、
たくない。もっと、もっとナオミと一緒にいたい。成功、成功。なるほど、やっぱり二通り見ておいてよかったですね、うん。で、一応サトシ君とナオミちゃんが合流してですね、流れ変わるかどうかまでやっていきたいなと思います。多分変わんないと思うけどね。まあ鍵に襲われたっていう話と、まあ、夢を見たって話になると思うんですが、ちょっとね読み進めて、参りましょう。やはりなんとか別そうね。でお前、あ、ここでモヤモヤした、ね、人垣に襲われましたと、ほんで、うん、この後なんですね。正面立ってからですね。ナミ大丈夫かお前。聖子の聖子、私にナミ、まあ、一緒かな。あ、一緒ですね。まあそのようなところでね、こういうこのイベントをですね、結構見ないうちにねクリアしてしまう方が多いということなので、今回保管しておきました。で、まあ聖子ちゃんのね書いていたメールっていうのは、まあ一応想像つかないではないんですけど、まだ明確にこうだっていうふうに言えるような形ではないですね。サトシ君しか内容知らないので。で、時間どうなんかな、うん、ちょっとね編集入れてまだいけそうであればね、もう2つほど回収したエンディングが実はあります。まあチャプター2のね、見れてないエンディングなんですけど、ちょっともしかしたらこの後につなげてね、なってるかもしれません。それではね、皆さんご視聴ありがとうございました。なんだこの部屋、教室の形してねえな。はい、ということでよしきくんのねセリフがありまして、こちらチャプター2なんですけれども、チャプター2の、序盤中盤かな、ですね、黒板の、中央あたりでイベントってことでねなるんですけど、まあとりあえず読み進めていこうか。おい、篠崎？頭が割れた。うん、まあこういう形で非常にこの部屋はまずいってことでなりまして、実際奥にねブルーボーイが座り込んでるっていうような状況でしたね。で、まあそこはねうまいこと突破した後ですね、そんなに時間かけずに多分エンディング見れると思うんですけど、こちら進んでいくと、ブルーボーイ君がねこれ見るといるので、まあ目を合わせないようにして奥の装置、動かすようなね流れですね。で、これスルーというか、このような、あ、そっか、アイテム取るだけか今回は。はい、でアイテム取るって、この釘抜きですね取りまして、でこれで脱出すると、でですねこちらなんですが、確かこの時に、中央付近にね帰り道ですね、ここの通りであゆみちゃんが初めて発狂したと思うんですけど、違ったかな、この辺でこうですね、はい、でここであゆみちゃんが発狂モードに入るんですが、ね、これで玄関に彼女はね走っていくんですよね。どうしちまったで、なんですけど、ここで玄関に迎えに行かないで、滑車をね2つとも動かす、とエンディングってな感じになるので、ちょっといいところまでねカット入れましょう。はい、ということでね、よしきくんとあゆみちゃん、それからゆい先生が元いた1の絵の教室、あそこの奥に行くためには、まあ、釘抜きが必要ということで、今釘抜き使ってですね、滑車1つ動かしてきました。そして、またここに戻ってきて、ここの滑車を動かすことで、まあ、エンディング見れると思いますので、早速、使ってみましょう。動かします。ガコってことで、あゆみちゃんと合流してないので、いや怖いなこれ。うピアノ線？で多分見に行ったらエンディングですよね。ちょっと見に行ってみよう。いやこれちょっと一番えぐいかもしれないね、今までのエンディングで。どうだろう。
ちょっとあゆみちゃんに恨みがあるわけではないんですけど、ちょっと僕の、全てを収めたいというそういう部分からね、ちょっと彼女には申し訳ないんですが、下行ってみようか。よしきくん発狂モード入っちゃうよね、それこそ。でなんでああなったのか分かんないですよね。斜めにこう、うわっ、これはこれ篠崎、うん、あの滑車を動かしたことによって道ができるだけではなくて、あそこからピアノ線が出るという仕掛けになってたみたいですね。しかもそれをちょうどよくあゆみちゃんが食らってしまって、まあこんなような惨事になってしまったと。嘘だー、嘘だー、おい、嫌だ、なんだよ、なんなんだよ、なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだ、なんでお前の尻顔なんか見なきゃいけねえんだよ、ふざけんなよ潮崎、お前のそんな姿見るくらいなら俺が代わりに死ねばよかったんだ。と、つるり、うん、2人ともお亡くなりになっちゃうやつか。ちょっと衝撃的でしたね、今回のエンディング。うん、ただこのエンディングを見ることによって見られ、あ、このエンディングでしかね見られない CG も今ありましたよね。なるほど、ちょっとこれはどぎついな。ただですね、チャプター2のエンディングっていうのは実はもう一つあるんですよ、回収してないの。今度はそちらをね、皆様に見ていただきたいなと思います。ではカット、はい、ということなんですけれども、チャプター2の最後のエンディング、回収していきましょう。でそれはね、この手記シリーズを全て読むことによる、まあ精神崩壊かな、多分そのようなエンドとなると思いますので、1から5まで読み進めていきましょう。犠牲者の手記ですね。僕は今日友達を食べた、お腹が空いたんだから仕方がない、こうなった以上はどちらかでも生き延びて僕らの帰りを待つ人たちに報告をした方がいい。僕らはじゃんけんで負けた方が相手を食べることに決めた。僕は負けてしまった。血で喉の渇きを潤わせる、肉で命を長らえる、この血も肉もさっきまで話してたあいつの命をつないでいた中身なんだと思ったら、どうしようもなく涙が止まらない。死んでも一緒にいたいから、俺はあいつの目玉を持っていくことにした。正気を保っていられるように僕はできるだけ手記を残そうと思う。はい、これが1なので、次じゃあ2に、行きましょう。はい、こちらは玄関ですね。手記ありますので読んでいきます。俺の手のひらに生きていたあいつの、生きていたあいつ体の一部分握られている。あいつの頭についてた器官を持ち歩いているんだね。眼球ってこんなに重かったんだ。僕はその硬質感を確かめるように何度も握ったり弱めたりしたのである。はい、ではお次、3ですね、行きましょう。はい、1の A 教室、この3人、よしき君、あゆみちゃん、ゆい先生がね元いた場所の、釘抜き器を使ってね開けた先にやってまいりました。ここにね3がありますので読んでいきましょう。あいつと一緒に脱出するためこの校舎を探索しているが、ダメだ、もがけばもがくほどひどいことばかり起こる。耐え難い喉の渇きと胃が縮んで潰れてしまいそうなこの空腹は一刻ごとに膨れ上がり、俺の前に黒く重くのしかかってくる。
手のひらのあいつの眼球と話をすることで俺は正気を保っている。そんなに俺を見るなよ。お前の衣装は脱出したら必ず家族に届けてやるから。はい、ではね、4に参りましょう。なんだよ。なんだよ。何口に入れて。血の味。ってお前。篠崎じゃねえか。ああ、なんで誰がこんなことを。誰だ。許さねえぞ。許さ。死にたくない。死にたくない。殺される。食べられる。あいつが追いかけてくる。もうすぐ、きっと捕まる。この遺書を読む人がいたら、あいつを。裁いてください。私を殺して食べたのはクラスメートの岸沼です。ああ、
。